おはようございます今朝は80点の法則不完全主義といいいう話をしたいと思います私はいちご農家をやっていますがこのいちごに関しては100点を目指し続けます。これも生涯追求することになると思うんですけどただそれ以外の分野については100点を目指す人たちと組んでその人たちその人のスペシャリストの力を借りながらその分野は80点。 この80点まで上げる労力と81点から100点を目指す労力って等しいぐらいすごい労力かかりますよね。それは私が今いちご農家でチャレンジしていることを他の分野の方々に分かってもらおうと思ったらそれはとんでもないです。それは簡単にできるこっちゃない。だからそこはもう任せてもらっていいんですよね。で私も例えばマーケティングだったり コピーライティングだったり、まあ、いろんな分野のスペシャリストにお願いしてでも80点ぐらいまで分かっとかないと多分話が通じないんですよね。でそうやって健全な妥協をしています、まあ、知りたいんですけど知りたいんですけどそれがあの諦めるとかじゃなくってそのぐらいにしとかないともう気分がまいっちゃうんですよね。だから努力を続ける80点まで知るでそれ以上はプロに任せる。 プロにし、プロと話が共有できるレベルまではやっぱり努力をしなきゃいけない。でもそこから先はもうプロに任せてっていう形の努力を今し続けてます。ちょっとだんだんバランス感覚良くなってきたのかなって感じるんですね。以前は出会うもの出会うもの次から次に100点目指してました。だがむしゃらでした。例えばこのランニング一つにしてもこれでアスリートになろうとは思ってるわけじゃないんですよね。本当に。 あの健康管理の一端として自分の体調に合わせてやっていますだから続くんんだと思うんですよ、ね、続ける続けることとにかく努力を続けることによって、えー、全体の,このバランスのこうレベルが上がってくるからですね一つスペシャリストを持って努力を続ける「不完全主義」今日はそんなお話でした以上です